楽々開運、気学と粋なら鹿塾。はい。今日はですね、3匹木星の5月の運勢です。もうやっとね、寒流を明けてですね、本当に朝からね、早くもう目覚めてね、活動したいみたいな雰囲気になるところなので、そんなね、3匹さんの5月の開運法をお伝えいたします。このチャンネルでは月々の運勢と易と気学を使った開運法をお伝えしております。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録をして LINE 公式のチャットの方から開運とメッセージを送ってください。特典動画として開運気質に俺はなるという動画をプレゼントしております。5月節は5月6日から6月5日までとなっております。5月は土曜明けからのスタートです。それでは3匹木星の5月のポイントです。1つ目、自分らしさ全開で前進。2つ目、慌てない。3つ目、順番、順序を守る。はい、この3つですね。3匹木星はもう本石地、東の3匹木星のところに戻ってくる5月です。そして、その下には年運で地獄がありますよね。なので、地獄土星の上にありますので、来地よという駅の毛になります。非常にね、もう余裕を持っていて、もう貫入開けてね、本当にね、楽しいっていうようなね、ところだと思います。何をやっても嬉しい、楽しい。そしてね、いろんな話もやってきます。で、この話もですね、あんまりね、儲けにつながるような話ではないんですね。で、すっごいね、忙しくなるんですね。なので、もう活動をどんどんしていい時期になっていますね。アイデアもいっぱい出てきますよね。まあ、三匹らしい、思いつく、動く、どっか行っちゃう、そんな三匹らしさが戻ってくるような。月ですよね。そうですね。3匹の方のアイディアね、全部やっていいと思うんですよね。本当に、そのままね、思いついたことはやっていただいて、で、いいなと思ったら、まあ、トライアンドエラーでいいので、4運期の時っていうのは、どんどんやってください。もう失敗を恐れずにね、どんどんやって、で、まあ、その中で、いくつかはもう最後ね、収穫に結びつくっていうような感じになっていきます。まあ、慌てないと。まあ、慌てん坊さん多いですよね。そうなんですよ。もうね、疫の毛、神以来というね、3匹が2つも並んでますよね。3匹は活動する、行動するという星です。行動、さらに行動っていう風にね、2つありますね。これはね、もうね、驚くっていうようなところがあるんです。川底にいる竜がいるっていうような象形文字のようにもね、見えますよね。なので、驚くようなことが起きるということです。つまり、3匹の人っていうのはね、もういつでも、わー!あー!みたいな感じになりやすいんですね。いいお話が来たとかっていうもので、いいお話だなと思ってわーって嬉しく思う三匹さんもいます。反対に、いいお話なのに、あ、もう批判された、私嫌われたんだ、みたいな感じで大慌てする三匹さんもいます。これを自分の受け取り方次第でね、吉にもなるし、凶にもなるというふうに覚えておいてほしいんですね。早合点しないっていうこと、それからまあ思い込まないっていうのも含めて、慌てないということですね。そうです。慌ててわーみたいな感じで驚いたら、その後ね、それのこう収集するの大変なんですよ。結局自分だけじゃなくてもうね、被害が周りに広がっていますからね。なのでぜひここは慌てないで落ち着いて、事実なのかどうか、真実なのかどうかっていうのをちゃんと確かめて見極めるっていうこと大事になってきます。で、そして順序を守ってで進める。これ難しいですよね。なんか3匹の運勢っていうと必ずね、順序とか準備っていうものが出てきますよね。それはあれですかね、順序を守らない3匹ってどんな、例えばですよ、まあお金をね、使っちゃいました。だとします。ね。で、お金を使っていいですかっていう風に聞いてから使う。だったら順番通りじゃないですか。ね、経理の担当の人に交通費でこれで使っていいですかとか、これは経費で出ますかみたいな感じで、例えば先に聞いて使う。だったら順番通り。でも、使っちゃいましたっていう風で、後からこれって経費で出ますかっていう風だと、先に聞いてくださいっていうことになりませんか？なので、その3匹の人の優先順位が普通の人とちょっと違う可能性があります。ですから、まずは相談するということが大事なんですよね。相談して、そして、まあ、自分がどうするかっていうことを連絡するとか報告するっていう、よく言われているね、ほうれん草ですよね。そういったものもすごく大事になってきます。先に準備をしておいて、準備の段階で相談をしたりして、そしてこうやって行動しようというふうに決めて行動をする。そして行動したことを連絡する、報告するっていう風にしていくと、とってもね、スムーズにことが運んでいきます。このパターン、ぜひ3匹の人覚えておいてほしいんですね。聞いたらすぐ行動しなきゃっていう風に思うかもしれないです。でもね、それね、すごい非効率なんですよ。やらなきゃよかったなっていう風になります。時間も労力も無駄になってしまうので、そうならないために、この準備とか順序というものをもう一回ね、ちゃんと見直すのがこの5月です。報告、連絡、相談、プラス確認みたいなことも重要ってことですね。そうですね。自分の思うままにやっていい陽運期なんですけれどもね。まあ一番運勢が盛大ですもんね。2023年は。そんな中で本当にちょっと前のめりになりがちなんですけど、さらにやっぱり飛躍するためにはこのアドバイス非常に有効ですよね。一人だけでね、進めているプロジェクトじゃないと思います。2人や3人の人と相談していく、あるいはもう5人、10人まとめているケースもあると思いますのでね、そういった場合は足並みを揃えていくときに、やっぱり連携とか報告とか相談っていうのはすごく大事です。こっちは聞いてないよっていうことありますよね。で、特にこのね、聞いてないようでみんなね、怒るんですよ。なんで私を通さないで怒るんですよ。なので、やっぱりね、話をちゃんと通してから持っていくみたいなところはね、スムーズにプロジェクトを進めていく上で大事なところですよね。さらなる発展が見込めますよね。これをやると、もう3匹。最強ですね。最強です。もう発展していくのはね、決まってるんですよ。もう3匹の人はね、もう今年。でも、案件札がついているので、やっぱり誰かに相談しながら進めるっていうことは大切になってくるかなと思います。誰かに相談することによって、新しい視点が得られると。いうことです。3匹木星はエネルギーはもう十分高い。なので、個人でグイグイ行くという個人プレーみたいなものっていうのはもう十分にできる。で、さらに飛躍するための周囲の方の協力。それが、そうです。なんかね、周りからもね、いろんなお願い事をされると思うんですよね。こういうことしてほしいとかっていうような感じで、相談事も持ちかけられると思います。なので、今までにない3匹の人のね、力を発揮する意味で、いつもだったら自分から声をかけて、これやろうよって言って、言い出しといて、その場にはいないみたいなね、3匹だったかもしれないです。でも、ここからはですね、3匹の方にいろいろなお話がこうね、舞い込んできて、そしてそれをみんなで一緒に進めていきましょうというような5月じゃないでしょうかね。3匹の明るさがみんなを照らして、みんなをこうまとめていけるか。そこが分かれ目ですね。そうですね。そんな3匹木星の開運アイテム、開運フードを教えてください。はい。時刻の上に載っておりますので、豆のサラダがいいと思います。時刻って点々点々っていう風になってるので、豆みたいな感じですよね。たくさんいろんな種類のね、豆が入っています。そして3匹には、サラダ、野菜とかっていうようなものとか、酸味っていう風なので、ドレッシングは3匹をね、使いやすいっていうことがあると思うので、ぜひね、その食べ物で開運をしていくっていうようなところで、この星の勝利のものを組み合わせるということをね、してみるとね、とってもね、身近なところで開運していきます。例えば、引っ越しするとか名前変えるっていうと敷居が高いって思う人いますよね。でも、色を身につけるであるとか、食べ物でラッキーになっていくとかっていうことは誰にでもできることです。こうしたことをコツ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 続けることなんですよね。時刻の上ですので、時刻続ける、継続するっていうことなので、やったー !3 日坊主で終わってしまったっていう風にならないように、5月ね、継続っていうものもポイントにして、料理にぜひ豆のサラダを取り入れてみてください。陽気も良くなってきましたので、旅行シーズンになりましたよね。ねえ、多いよね、もう今ね。でも、せっかく旅行に行くなら、旅行先の楽しみももちろんなんですけど、開運プラスの方が良くないです。良いと思います。私も気学は最初旅行からだったんですよね。そうなんだ。だってみんながみんなね、引っ越しができるってわけでもないものね。なんか本当に軽い気持ちで、どうせ旅行行くなら開運もプラスされた方がいいかななんて思って、毎年なんか旅行は吉報にっていうのだけはやってました。あ、すごいすごい。旅行行っている間も基地で行けば、そのね、過ごしている時間がとてもいいものになるし、美味しいものに出会ったりとか、人のね、縁もいい出会いになりますよね。反対に私はそういうこと全然知らなかった時とか、あるいはね、こういう勉強した後も、結構強法で旅行行くことがあって、て、犬に噛まれたりとか、もうね、旅行行くたびに海外旅行保険の医療保険はね、全部使っていたっていうぐらい、携帯なくすとか、取られるとか、競合って大変だなっていう思いもしたんだよね。ネタは尽きないですね。そう。だからやっぱり、せっかく行くんだったら、ね、どっちの方向に行くといいのかっていうのも、相談乗りますので、ぜひ、鑑定してもらうといいんじゃないかなというふうに思っています。はい。また旅行の方位の取り方なんかは、初級の講座でも学べますので、もし、自分で方位の取り方勉強してみようかなっていう方は、ぜひ、初級にチャレンジしていただきたいなと思います。で、初級講座では、人間関係ですね、自分を知る、相手を知るというところまでもできますので、まあ、今、新しい年度が始まりまして、人間関係がちょっとなっていう方にも、大変おすすめです。興味のある方は事務局までご連絡ください。はい、概要欄の方に詳しくは載せております。今日もご視聴いただいてどうもありがとうございました。